香織です。今日は群馬県の吹割の滝に来ました。なんかたくさん観光客が来ていて、もうこのようにもう川が割れています。群馬県から栃木県に来ました。その途中にこんなに雪がありました。ここは1118m の高さだそうです。1、2、3、4、
です。1分間に 2.5 トンの水が落ちているようです。